レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。コメントの方にね、 P さん、動画投資と現金比率の動画面白いですと、レバレッジ型投資と現金比率についていつきの考えが聞きたいというふうにね、まあ、コメントの方がついております。これまあサムネイル用に短くしてますけれどね、後で本文は見ていただきますけれども、こんなこと気になるのということで、私はこんなこと知ったとしても何の役にも立たないと思っております。なんで何の役にも立たないかということをね、今日はご説明させていただきます。それではスタートです。お小遣いゲット作戦、モッピーのポイントは現金に変わる。モッピー登録まだの方はね、説明欄にモッピー登録用の URL を貼ってありますからね、まずはそちら登録してください。その後で1円も使わずにね、モッピーでポイントをザクザク貯める方法ということで、第2の収入ポイ活、副業するより楽、こちらの方の動画を作成しております。こちらも説明欄に URL 貼ってありますのでね、モッピーを作ってからこの動画を見て、そしてモッピーでザクザクとポイントを貯めてください。さあ、P さん動画、投資と現金比率の動画面白いですと。 P さん動画ではレバレッジ型商品除くとされています。レバレッジ型投資と現金比率について一先生の考えをお聞かせ願いたいですというね、ことで、まあ、こういうご質問があったんでね、まあ、要望があればお答えしていこうかなというふうに思ったんですけれど、まずこれね、私的にはね、なんか意味あるのかなというふうにね、思うわけなんですよね。資産形成っていうのは、人それぞれね、立場が違うということになります。まずは年齢が違う、そして、職業が違うということでね、まあ、P さんの方の動画では、年齢別でね、現金比率っていうのをね、変えていたということがありますので、じゃあ私だったらということで、職業比率でね、まあ少しお話の方をさせていただこうかなと思うんですけれど、まず大多数がサラリーマンさんを前提に話をしてるのかなというふうにね、思うわけなんですよね。サラリーマンさんだけでも、まあ、中小のね、企業にお勤めの方と、一部上場にお勤めの方と、一部上場で役職もらってるね、方と、まあいろいろとね、その、サラリーマンさんの世界の中でも段階っていうのがね、あると思います。そして、サラリーマンさんとは違う我々のようなフリーランサー、いわゆる自営業者という人たちもいるわけですよね。こういう人たちっていうのは、国民年金に入っていて、そして、安定性がないというね、ことになってきます。例えばですけれど、サラリーマンさんがクビになる確率ってどれぐらいあるのかなということで考えていくと、やはりね、正社員で入ってるとね、いろんな法律で守られておりますし、まあ、いろんなね、もので守られておりますので、まあ、そうそうね、クビにされるっていうことはね、ないわけですよね。ということは、基本的には会社を自分の意思で辞めない限りは、まあ、早々ね、簡単に首切られて、はい、あなた明日から来なくていいよとかっていうね、こともないわけです。で、仮に首切られたとしても、まあ、失業保険の方が入ってきますんで、まあ、これはね、お勤めの年数によって違いますけれど、まあ、いきなり路頭に迷うと、会社クビになって、現金がゼロだったとしても、いきなりね、路頭に迷うのかというと、まあ、そうではないということがあるわけですよね。ですけれど、自営業者の場合だったらどうでしょうということで、いきなり仕事が切られるなんていうことはね、しょっちゅう起こることでしょ。そして、万が一、一つのお得意さんがいなくなって、うわぁ、うちの売り上げの半分がそこのね、会社さんからいただいていた仕事だったのに、そこが打ち切られたとなっても、じゃあ失業手当が出るのかとかいうことで考えていくと、失業手当なんて出ないわけですよね。ということになっていきますし、老後でもそうでしょ。退職した時に退職金っていうのは正社員の方はいただけると。ですけれど、フリーランサーの方だったらいただけない。そして退職した後も、厚生年金の年金が入るのか、国民年金しか入らないのかというところで考えていくと、これ全部ね、人それぞれね、違ってくるわけですよ。ということは、大雑把にね、50代だったらね、投資比率がこれで、現金比率がこれっていうのは、あまりにもね、ナンセンス、馬鹿げているということでね、一人一人の資産状況、会社のね、何年働いていて、退職金がいくらあって、年金がね、予定ではいくらもらえてとかいうのを加味して、そして現金比率と投資比率っていうのを割り出していかないと意味がないということなんですよね。
当たり障りのないことを適当にくっちゃべっていれば、それでね、ああなるほどと思う人たちがいるのかもわかりませんけれど、例えば一部上場の会社員さんをベースにね、話の方を組み立てていって、果たしてフリーランサーの人とか、もしくは中小企業の人、もしくはアルバイトの人たちが、おお、なるほどって思うのかなということなんですよね。思わないですよねということになりますんで、まずね、ああいうね、動画っていうのは見ていて面白いのかもしれませんけれど、役には立たないということですよね。じゃあ現金比率っていうのはどうしていったらいいのか。私の場合ですとフリーランサーですから、1年間はね、万が一仕事が全くなくなってね、1円も入ってこなくても生活できるように1年間分の生活費っていうのはストックしているということになるわけですね。これぐらいストックしておかないと、一切ね、明日から1円も入ってきませんというような状態にはね、ほぼほぼならないけれど、なったとしても1年間は生活できますよという資金を残していれば、まあ安心ですよねと。これがね、サラリーマンさんだったら別にここまでね、大げさに1年分蓄える必要はないですよね。まあ一部上場のサラリーマンさんだったら、まあ給料の3ヶ月分ぐらいね、しっかりとストックしておいて、そして失業保険もらいながら、次の職場を探していくなんていうこともできますし、まあ、年金生活に入ったとするならばね、さらに安定してくるわけでしょ。お金っていうのはもう入ってくる金額っていうのはもう決まるわけですから。ですからそれに対して支出をどうしていくのかということでなればね、国が潰れるか、それとも年金制度が崩壊しない限りはもう決められた金額が入ってくるわけですから、現金比率をどれぐらい残しておいた方がいいのかなんていうことはね、決まってくるわけですよね。ですから年金で足らない人は足らない分ストックしておかないといけないということになりますし、年金だけで生活悠々自適でできてるんだという人だったら別にお金現金をストックする必要はないですよね。投資に全部ぶっ込んでも大丈夫ということになりますので、固い収入、安定した収入がある人は現金比率少なめでいいと。逆に私のようなフリーランサーで明日無職になるかもわからないっていう人の場合は現金比率高めておかないといけないということになりますよね。ですので、まあ、やはり職業、ここがね、まあ、一番重要なのかなというふうに思いますんで、まあ、現金比率、レバレッジ投資型だから危ないとかっていうのは全くないんでね、別にインデックス投資とレバレッジ投資、何が違うんだということでね、アメリカの投資信託、アメリカの ETF、まあ、S&P500 とか、ナスダック100で、例えばナスダック100にレバレッジがかかっているレバナンスとか、ナスダック1003倍ブル、ETF の方ですと QLD とかトップ級ですよね。こちらの方を取り扱っていくにあたって、何の違いも私はないと思っております。ということになりますんで、別にノーマルのインデックスだからレバレッジが効いているインデックスだから現金比率を変えていかないといけないなんていうことはね、全くない。いや、逆になんでそこを変えるのと。アメリカの株式っていうのは必ず右肩上がりで上がっていくと、大きくね下に振る時もあるけれどもしっかりと上昇すると、これを信じれてるんだったら別にノンレバの商品であろうがレバレッジ型の商品であろうが、どちらを保有していっても一緒と。ただ世の中の風潮はレバレッジ型の商品は危険というふうにね、位置づけられてると、それを覆してやろうということで私はレバレッジ型の商品しか今保有していないと。まあ来年以降ひょっとするとね、NISA 枠がありますんで、NISA レバレッジ使えないんでね、まあ NISA 使わないともったいないということがありますから、ノンレバの商品を購入していくということはありますけれど、NISA でもしね、レバレッジ型の商品が使えるんであれば、わざわざノーマルのね、商品なんて使いませんよということになりますから、まあ私のこのね、チャンネルが続く限り、レバレッジ型の商品っていうのが、安全であるということをね、提案し続けていきたいというふうに思っておりますので、まあ私がレバレッジ型のね、商品を使っていて、破産したなんていうことになった暁には皆さんにしっかりと、青汁王子のようにね、しっかりとご報告させていただきます。ただそういうことは起こらないというのをね、まあ、証明していくチャンネルとなっております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。